カーソルが今ここにいますから、横を押しましたら 日にちが変わる操作になります。番組表みたいなのは出せる。はい、番組表は ここに番組表とございまして、番組表から抜けてきたのか。通信は何でやってるんですか。ワイヤレスランです。あ、無線で、はい。今このアコースもこの端末も e モバイルさんのポケット Wi-Fi、 先ほどご紹介されてました GP02 というポケット Wi-Fi につながっております。なるほど、はい、やはりですね、高速な CPU は高速な回線で生きるということで、実際にこれを通信回線としては使ってます GP02 です。でこの HDMI ケーブルですね、これを挿すだけでについます。であとは私はこっち見ますので、皆さんこちらの大画面の方でちょっとフォローお願いします。まずはその高速さを確かめていただくところで、私どものホームページをですね見ていただきます。一つですね、私どものキャラクターのですね、板野智美さんからメッセージを、応援メッセージが出ますので、これをちょっと皆さんご覧いただきたいと思います。皆さんこんにちは、北野智美です。e モバイルの新しいタブレット端末、バラパゴス発売おめでとうございます。タブレット端末と聞くと、女の子にとってはちょっと大きいかなというイメージがあるんですけど。こちらのハイビジョンの画像の方ももう一つ。めっちゃいいモバイル、はい、ということですね、すべてこの中から操作しても、ここはテレビを映しているだけです。で次にですね、このテクラ2をもっとこう実感していただきますように、ちょっと私ゲームを入れてみました。あんまりこう得意じゃないんで、モサモサしてモサモサすると思いますけど、ちょっと触りだけお願いします。見ててください。ちょっと無料バージョンなんで、そのせいかもしれません。まして、今度はメールですね、ビジネスオンの方に移りたいと思います。例えば今のメールを開きまして、この添付ですね、添付ファイル、このようにこれパワーポイントです。パワーポイントがしっかり映る、これを先ほどの私USB と間違えましたけど、 HDMI ケーブルで、プロジェクターにつないで、映すということで、仕事にも十分使えますし、これは編集機能もついてますんで、こうやって編集すると文字の方が編集できるようになっています。すいません、ちょっと次はExcelの方ですね。Excelもこのように全くそのままスプレッドシートが出まして、
こういう形で編集ができる。こんな感じですね。ちょっとすみません、下手くそなんで、数字じゃなくなりますけど、はい。で、あとはテレビ電話ですね。これも相手先を、ありますけど、これを選んでビデオチャット。やりますと、ちょっと向こうにスタンバイしてますんで、出ます。こんにちは。こんにちは。しっかり聞こえています。はい、お名前は言ってください。おしゃれなんで、ちょっと映像が見られてます。今日もすみません。はい。このような形で、じゃあまた後で。そこから記事は、この新聞の場合は全然に更新されますけれども、こうやって大画面で記事を読むことができます。で、英語ですね。英語も同様ですけれども、先ほどちょっと新井さんからご紹介になった翻訳です。内蔵の辞書で、こうやって簡単にですね、意味を調べられる。英語の勉強にも大変役立つんじゃないかと思います。次はちょっとコミックを見てみます。これ大きいから分かりにくいですけども、このサイズですから、本当にコミックがそのままですね、単行本がそのままページをめくるのと同じように見ますので、コミックの場合は、一枠一枠じゃなく、ページごとに見たら初めて楽しいんです。一番ぴったりなサイズではないかと。